皆さん、こんにちは。砂川誠です。今回、小野伸二と2人でサッカースクールを立ち上げることにしました。2人で、子どもたちに真剣にサッカーを教えたいと思っています。僕らの持っている経験、技術、すべてを、伝えたいと思っています。そして、その教えるにあたって5つの、キーワードを持ってやりたいと思っています。1つ目は技術、2つ目は、個性、3つ目は受精、4つ目、協調性、最後5つ目に、それらすべてを、自分たちの考えで動ける思考、そういったものを踏まえて、素晴らしいサッカースクールにしていければなと考えています。2人で本当にいいものを作っていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。